ケネディはアメリカ海軍の駆逐艦、クレムソン級駆逐艦の一隻艦名はジョン・ペンドルトン・ケネディにちなむ。ケネディは1918年9月25日にカリフォルニア州サンフランシスコのベスレヘム造船で寄港する。1919年1月18日にユージーン・エフ・エスナープ人によって浸水し、1920年8月5日に 艦長チャールズ・ジェファーソン・パリッシュ少佐の指揮下収益する。母校であるカリフォルニア州サンディエゴには1920年10月7日に到着し、太平洋艦隊に合流、西海岸沿いに訓練及び艦隊演習を行う。ケネリは、砲術訓練、水雷訓練、航空機の護衛任務、艦隊演習、陸軍との合同演習などで多忙の時期を過ごした。 1924年の春にパナマ運河を通過し、カリブ海で艦隊と共に活動する。4月22日にサンディエゴに帰還し、母校での任務を再開した。1925年6月13日に出港、ハワイ沖での艦隊演習及び訓練に向かった。この巡航でケネリは戦闘艦隊と共にサモアのパゴパゴ、オーストラリアやニュージーランドの港を訪問し、 サンディエゴには9月26日に帰還した。1927年には再びカリブ海に向かい演習に参加する。この時にはバージニア州のオホーク、ニューヨークを訪問し、5月22日にサンディエゴに帰還している。1928年4月9日に再びハワイに向けて出港、大規模艦隊演習に参加し、2ヶ月後にサンディエゴに帰還した。 1929年の夏に予備役兵の訓練巡行を行った後、ケネリィは9月27日にサンディエゴに到着、同地で1930年5月1日に退役した。船体は1931年3月19日に売却され、ロンドン海軍軍縮条約に従いスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。